千川駅は東京都調布市千川町一丁目にある京王電鉄京王線の駅である。京王東管区所属の最西端の駅で同じ調布市内の筒子が丘駅からは京王中央管区となる。駅番号は53駅の北側にある千川から。川としての千川は駅の北から東を流れているが、調布市千川町内における流域は 北部にある山頂目のさらに北端をかすめる程度である、単式ホーム2面2線を有する。千川町付近の標高は、周辺より高く、掘割の中を線路が走る、半地下構造である。かつては、現行の下りホームである、島式ホーム1面2線のみだったが、1996年10月に、上りホームが増設された。 駅改良工事前にはなかったトイレが1階改札構内に1997年頃新設された。ユニバーサルデザインの一環として誰でもトイレも併設されている。2019年3月にトイレが移設された。2008年4月、線路上部空間の有効利用策として新宿方面の駅上部に千川駅前第3駐輪場が完成した。2010年には ホーム上に LED 式、改札前に LCD 式の発車表が新設された。2020年8月31日に2019年までトイレがあった場所に KO ストア、千川駅ビル店内に通じるフレンテ口の改札口が設けられた。フレンテ口は IC カードのみ使用できる出口専用の改札口で KO ストアの営業時間外は閉鎖されている。かつては、 白百合女子大学もより駅の副駅名が入っていた時期もあったが2019年10月現在では副駅名は設定されていない。改札内にはステーション ATM としてキラボし銀行の ATM が設置されていたが2021年2月10日23時をもって廃止され、跡地には水穂銀行の ATM が設置された。 2020年度の1日平均乗降人員は57,764人である。休行が停車する桜上水駅、筒子が丘駅よりも多く、区間休行までしか止まらない駅としては最多となっている。2001年に快速が停車して、以降、乗降人員は急速に増加し、ベッドタウン最寄り駅としての利用者と、駅周辺の学校通学者からなっており、 調布市内のほか、三鷹市の進化は、中原地区、世田谷区の上、祖師谷地区の一部、宮殿地区も駅税圏である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は、下表の通りである。駅周辺の商業地区は、古くからの個人商店の多くが、チェーンストア等に変わりつつある。駅前ロータリーにある、仙川駅、 駅北側の甲州街道を渡ったところにある、仙川、駅南側の商店街を抜けた、東方学園脇にある、小田急バスの仙川駅入り口、駅北側の甲州街道沿いにある、京王バスの仙川駅入り口の4カ所の停留所が存在する。仙川駅入り口のバス停は、南北ともに、駅から徒歩で数分を要する。ロータリーは、駅南側にあり、 一部の路線バスが乗り入れる。当駅に至る路線は、仙川町に本社のある小田急バスによるものである。小田急バス本社は、仙川停留所と同じ敷地内にある。京王バスは、甲州街道を通っているものがあるが、本数は少ない。下記の路線は2011年8月時点のものである。ありがとうございます。